はい、こんにちは。ワンピースが世界一大好き、893チャンネルです。はい、今日はですね、漫画ワンピースの最新話、1109話が公開されたってことで話題になってますね。で、自分はね、早速その、ネタバレを見たんですけど、いやー、本当にね、尾田栄一郎先生は、本当に天才だなと思いましたね。はい。というのも、今週のワンピースなんですけど、その巨人海賊団が登場して、はい、ドリーとブロギーと追元カーシーが登場するんですよね。はい。で、次はね、その、ゾロと、ルッチが対戦して、はい。で、最後には、その、はい、黒ひげ海賊団の、ヴァン・オーガーとカタリーナ・デボンが登場して、そのサターン星に触って、で、それでそのまま、はい、その場を去るってシーンで終わるんですけど、そのまま終わると思いきや、最後にね、その、カリブーが登場して、その2人に対して、黒ひげ海賊団に入りたいと、懇願するシーンで終わります。はい。ということでね、そのカリブーがその入りたかったっていう海賊団っていうのが、黒ひげ海賊団だって言ったってことが、今週号で、判明しました。はい。いやー、しかし、あれですね。本当に今週のワンピースも本当に衝撃的だったなと自分は思いました。はい。ただ、やっぱりね、ワンピースだけじゃないんですけど、ワンピースはじめ、例えば呪術廻戦とかもそうなんですけど、その漫画のね、ネタバレとかを、違法アップロードしたり、で、その違法アップロードした漫画などを、ネットとか SNS とか、YouTube で見るのはやめましょう。はい。それはね、本当、作者の方に失礼なので、本当にね、そういうね、違法行為、犯罪行為はやめた方がいいと思います。はい。ワンピースはちゃんとその単行本を買うか、週刊少年ジャンプを買って読みましょう。はい。そうしないと作者に失礼です。はい。